2019年スリランカ大統領選挙は2019年11月16日に行われたスリランカの国家元首である大統領を選出するための選挙である。過去最多となる35名が立候補し、スリランカ人民戦線候補であるゴーターバヤ、ラージャパクサが当選した。主な候補者は元大統領、マヒンダ・ラージャパクサの弟で、 スリランカ人民戦線候補のゴーターバヤ・ラージャパクサと元大統領ラナシンハ・プレマダーサの息子で統一国民党副総裁を務めるサジット・プレマダーサの2名。その他候補者には僧侶、イスラム系、タミル系、女性を含め35名が立候補した。地方選挙での対象を受け、スリランカ人民戦線は大統領選を視野に入れて候補者選定を始めた。 大統領経験者の当主、マヒンダラ・アージャパクサは、再選回数制限により出馬ができなかったため、彼の兄弟であるチャマル、バシル、ゴーターバヤの3名が候補に上がった。しかし、ゴーターバヤとバシルの2名は、海外国籍を有した二重国籍者であるという理由で出馬ができないとなった。しかし2019年1月12日、ゴーターバヤは、 国民が支持してくれるのであれば出馬すると表明した。SLPP 上層部は彼の意思を認識しておらず、この表明に驚いた。チャマルもまた、ゴーターバヤの発言直後に、党が自分を候補者として推薦してくれるなら前向きに考えると、述べ、大統領選への意欲を表明した。2019年3月、チャマルは自身や弟バシルの出馬可能性を否定したが、 ゴーターバヤの出馬については言及を避けた。2019年4月、スリランカで連続爆破テロ事件が発生。その直後にゴーターバヤは大統領選への出馬を表明した。8月11日には SLPP 党首のマヒンダから正式にゴーターバヤを次期大統領選挙の候補者とし、自身が首相候補となることを発表した。統一国民党は2010年。 15年と、自党候補を出さず、多党候補を推薦した。しかし2015年に、スリランカ自由党のマイトリーパーラシリセーナを推薦して当選させた際、アンプは選挙のためにゴークルピーを拠出したにもかかわらず、大統領とアンプの関係性は良くなかった。そして2018年には、アンプ総裁で首相のラニル・ウィクラマシン派が、大統領に解任されるという事件も起きた。 そのためアンプの党員は、19年選挙には、自党候補を擁立すべきだという意見が多かった。党総裁のウィクラマシン派は、明確に自らが大統領選に出馬する意思を表明しており、党首用メンバーとも会談していた。しかし、複数の議員は、副総裁であるサジット・プレマダーサの擁立を画策し、プレマダーサ自身もアンプ候補として、大統領選に出馬する意思を明らかにした。 副総裁プレマダーサへの支持が集まる一方で総裁、ウィクラマシンハも出馬表明を撤回しない中、国会議長を務めていたカルジャ・ヤスリアも、党の分裂と混乱を収束させるという名目で、大統領選出馬を表明した。しかし、結局はプレマダーサが支持を集め、複数都市での集会も成功させた。2019年9月26日、アンプ作業部会は、プレマダーサを、 大統領候補に擁立することを決定。闘争裁にはウィクラマシン派が止まり、プレマダーサが大統領に就任した際の首相を務めることも発表された。現大統領であったスリランカ自由党党首のマイトリーパーラシリセーナは15年の大統領選挙の公約として2期目は出馬しないということを表明していたが、19年時点では2期目の意欲を示していた。しかし、 SLFP 党員は元、SLFP 党首マヒンダラアジャパクサが創設したスリランカ人民戦線を支持することを決定した。ありがとうございます。